はいどうも、MOX です。今日はですね、MOX のおすすめアルバムを、えー、ご紹介したいと思います。えー、今映してますけど、The Blue Hearts という、えー、アルバムで、えー、言わずと知れたあの Blue Hearts のファーストアルバム。えー、タイトルも、えー、バンド名と同じ The Blue Hearts ということで、えー、今日はこのアルバムについてレビューしたいと思います。 メンバーがですね知らない人のためにご紹介します。一番ボーカルの河本宏人さんこちらがギターの真島マ敏さんマーシーですねこの方がドラムの梶原哲也さん梶くん一番こちらが川ちゃんベースの川口淳之介さん 4人でで、えー、構成されたバンドですでこのアルバムね、えー、僕にとってはとっても大事なアルバムで、えー、僕をロックの世界に引き込んだアルバムといっても過言ではありませんでは早速ね、えー、1曲目から順番にレビューしていきたいと思います まずね1曲目「未来は僕らの手の中」もうこの言葉聞いただけで知ってる人はいると思うんですけど「未来は僕らの手の中」っていうねフレーズがある曲なんですけどいくつかのバンドがカバーしてる曲でシングルカットは特にされてませんなんですけどもやはりリスペクトしてるバンド がですね、カバーししたりとかしてる曲の一つですで一番最後が、えー、僕らは泣くために生まれたわけじゃないよ僕らは負けるために生まれてきたわけじゃないよ生まれてきたわけじゃないよ,てないよっていうね、えー、心が折れそうな時に僕はよくこの曲を聴いて、えー、僕らは泣くために生まれてきたわけじゃないよ 僕らは負けるために生まれてきたわけじゃないよという歌詞がいつも心に刺さってましたでは2曲目「終わらない歌」これも非常に有名な曲で一番最初から「終わらない歌を歌おう」って始まるんですけどこれもよくカバーされてるアルバムでこれもシングルカットされてません えー、シングルカットされてない曲がカバーされるっていうことは、えー、カバーイコリハリリスペクトっていうふうに僕は考えます、えー、この歌も行き付きの曲でですね、えー、最後、えー、後半の部分で、えー、終わらない歌を歌おう気違い扱いされた日々っていうあのライブではちゃんと歌うんですけど、えー、実はこの気違いっていう言葉が、えー どうしても、えー、あるあ販売できないということで、えー、この部分はちょっと加工されて歌詞カードにも載ってません、えー、そういった疑惑付きの曲でもありますでは3曲目「No, No, No」えー、これもね僕は曲メロディーもすごく好きなんですけど歌詞もやっぱり刺さるところがあって、えー、非常に、えー、当時はまあ中学生ぐらいなので 中学生時代の淡い声にすごく、えー、心が刺さりました、えー、その部分がですね「どこかの爆弾より」「目の前のあなたの方が」「震えるほど大事件さ僕にとっては」っていうところがねもうほんとね 当時好きな女の子がいて本当震えるほど大事件でしたもうそういった、えー、曲ですねでは4曲目「パンクロック」まあ、これはね本当に分かりやすい曲でヒロトさんのパンクロックが好きな気持ちっていうのはすごく伝わってきました「僕パンクロックが好きだ」っていうね本当に分かりやすくていい曲ですで5曲目が「ち。 えこれはね、命のある限り忘れてはいけない今しか僕にしかできないことがあるっていうねもうここが一番あの好きな曲ですね。今ずっと好きなフレーズを ずっとあの少しずつ歌ってますけど、えー、もうこ,のこのアルバムブルーハーツ全般に言えることなんですけどもやはり歌詞がね、えー、突き刺さるので、まあ、そ,のそれも踏まえてねちょっと聞いていただきたいと思います。で次はまあ6曲目「少年の歌」これも非常に有名な曲です、えー。これもシングルカットされてない曲なんですけど。 えー、そしてナイフを持って立ってたってね、えー「少年の声は風に消されてもラララララララ <laughs> 間違っちゃいない」っていう、えー、もうねどこの歌詞を見ても、えー、本当にね心に響く曲ですこれも、えー、絶対押さえておきたい曲の一つですねでは7曲目爆弾が落っこちる時 えー、これも政治に対するちょっと不満をぶつけた曲っていうことでね、えー、まあ爆弾を、ね、買うような金があったら、えー、そ,うそんなもんいらねえだろっていうね、えー、話の曲です。<laughs> で、いものが多すぎるいらないものが多すぎるとい,い,いうね曲なんですね、えー。これも聴いていただきたいと思います。えー、では続きまして8曲目「えー、世界の真ん中」。 この「世界の真ん中」っていう曲は、えー、ファンの中ではあの非常に、えーね、あのとても大切にしてる人がたくさん実はいる曲であんまり目立つ曲ではないんですけど聴けば聴くほど、ねえー、心に、えー、刺さってくる部分が多い曲で、えーまあ、その中でもですね「うまくいかないとき」 「死にたい時もある」ってねで最後に「生きるということに」「命を懸けてみたい」っていうところとかね、えーまあ、この辺りからあの命に対する、えー、歌詞がね、えー、結構出てくる、えー、ところもあります。えーそこも えー、そこを思いながらですね聴いていただければいい曲かなというふうに思います、えー、続きまして、えー、9曲目「裸の王様」えーまあ、この曲はね、えーまああの「裸の王様は最後は、えー、誰もいなくなっちゃうよ」っていう、まあ、あのいわゆるこの言葉通りの、えー、曲で、まあ、最後は「裸の王様」 「今夜さようなら」って終わるんですよね。もうそれがすごくわ、えー、かりやすくていいと思います。えーで,まあ、で、この、えー、裸の王様の次の曲が「えー、ダンスナンバー」という曲で、えー、アルバムのね、えー、作り方というかもうほとんど曲と曲の間がほとんどなくて「今夜さようなら」だとすぐ ダンスナンバー、テトゥン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 、あー、トゥン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 、あー、トゥン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 、あー、って始まるんですよね。で、ダンスナンバーで踊り続けようという感じで、えー、始まるんですけど、このダンスナンバーっていう曲はもう本当にこれこそこれをロックの世界に引きずり込んだ曲の一曲で、えー、まあねあのパンクロックというかねパンクの素晴らしさを教えてくれた曲の。 一曲でもありますね本当にね、えー、曲歌詞も結構皮肉ってて「豆腐にぶつかって死ぬまえ」っていう感じで、えー、豆腐にぶつかって死ぬわけないのに、ねえー、そういう風に、えー、言っちゃうというところで「面白くないよ」とかね、えーいろんな「そんなのとっても退屈なだけさ」とかねもうねどのフレーズも本当大好きで、えー、この曲はあのー、曲の時間としては、えー、短い曲なんですけども本当にロックを感じる曲だと思います。 で続きまして11曲目「君のため」まあ、これはあのブルーハーツの中でも珍しいこの,このアルバムではこの曲だけですねああごめんなさいこの曲だけじゃないパンクロックと、えー、に並んでスローバラードが、えー、もう一曲,、えー、曲「君のため」っていう曲で、えー、この曲もね本当に、えー、中学生の、えー、淡い声にはすごく刺さる曲で。 えー「ああ君のため僕がしてあげられることはそれぐらいしか今はできないけれど」っていうね もうねそれしかでできないんですよその気持ちをすごく伝えたいっていう曲がすごく伝わる曲で、えー、これセリフなんかもあったりしてね「好きです」とか言った曲があの曲じゃない、えー、セリフがあるんですよね、まあ、これも、えー、すごくいい曲だなと思いますで最後の、えー、12曲目、えー、これはねもうとっても「ブラスの中で一番有名な曲でリンダリンダ」っていう曲ですね「リンダリンダ」とね、ンダンダーっていうね まあね、ドブネズミから始まるこの歌詞がね本当に衝撃的で、えー「ドブネズミみたい」で,でうつ、えー、その次は「美しくなりたい」って、ね、でひろとさんが言ってるあなんかの雑誌か、えー、ラジオで言ってたんですけど「ドブネズミの美し,か美しさがわからないようなやつは大したやつじゃねえ」と。 ライブで言ったのかな、えー、どこかで、えー、そういうことを言っています。で、以上で順位曲、えー、終わるわけですけども、本当このアルバムはおすすめなので、ぜひ一度聴いていただきたいと思います。では、ザ・ h ル b ハーツのザ・ h ル b ハーツ、えー、のレビューでした。では、MOX でした。バイバーイ。